皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もメトロエクソダス遊んでいきましょう。さあ前回ですね、奥さんとのサイドミッションを攻略して次なる目標が明らかになったところで、今日ですねメインミッション行こうか。今ここにいます。でここからこう行く、車に乗ってこう行きましょう。でこっち北西部分でね、そう今ここにいるんですけど、ここにねすごい面白い方がいました。誰かというとこの人。これね、敵じゃないんだ。ほら、バロン。どうせブラブラ運転してるんだろうが、そもそもなんであいつに車をやったんだ。思い出せない。やるべきじゃなかった。あいつはとんだ脳なし野郎だ。俺の城に居座ってるあの影武者、俺がここにいる間、城でおとりになってる。俺はいつまでこんなところで腐ってればいい。気に入らん計画だ。そう、この人はバロン。奴らは影武者を始末するが、バロンは大丈夫だ。だがなんでそんなことをさせる。なんで俺はこんな計画に同意しちまったんだ。奴は脳なし野郎だ。なんで話を聞いた。思い出せない。記憶はないのか。あの影武者の肖像画まで描くとは。脳なしどもが、俺はここで朽ち果てるしかないのか。おのれソウルめ、もう我慢できん。言ってやる。あいつに直接文句を言ってやるぞ。そう、ずっとここにいるっぽいんだ。シュウエイ、ソウルがやってきたらすぐに俺のところに連れてこい。あの脳なしに話がある。シュウエイ、このマネキンのことなのか。なんだろうね、なんか若干おかしくなってんのかな。思い出せない。記憶はない。まあ、とりあえず、もらっておこう。ただこれ何のメリットあんだろう。バロン本人に。なんだろうね。で、寝床ですね。よし。で、さらに何、何多分これあれか。体力アップ。見ていきましょう。さあ、新スーツ。これはですね、消耗品キャリア。リュックの収納スペースを拡張し、治療キットやフィルターなどの消耗品をより多く持ち運べるようにする。これは、いいかな。やっぱ弾薬かな。これが一番いい。で、それと、ショットガン。さっきなんか取ったね。なんでもないか。特にない。よし。さて、で、出発かな。これもなんか明らかになるのかな。手記とかで、特に何にもない。絵を描いてんのか。でもこのおっさん描いたわけじゃないね。なんか、もうちょっと話す？なんかある？言いたいことは。特にない。あ、そう。ドキュメント、ないですね。これなんだろうね。後に明かされんのか。で、こっち。ずーっと北西行きます。いや、あれダミールかな、もしかして。ちょっと待ってね。よくわからん。よし。さあ、これですね。で、ダミールか。お待たせ。水も切れたが、みんなはまだ大丈夫か。なんとかね。よしと。お前がいない間に少し偵察してきたんだ。ギウルによると、以前は大勢の人がこの洞穴に住んでいたらしい。実際に本物の町があったんだ。だけど間欠泉が噴出して避難する羽目になった。あのガスか。もう分かってるとは思うが、水場には裏から忍び寄るぞ。了解。待ってね、これそうだな。ステルス一旦ティハール、こっちにしよう。で、ちゃそう、ガチャガチャやって、よいしょ。さて、これ夜か。で、弾薬。大丈夫。こっちね。行こうか。後には引き返せないぞ。大丈夫。これライト消さなくていいの？彼は。もう少し登って、周りを見渡してみよう。この洞穴は行き止まりだ。
一旦ギコ行こう。よし。これ物資あんのかな。ちょっと待って、これ結構あんじゃない。一旦探索しなくていいの。意外となんもないのかな。あ、でも上行けるよ。うん、ありますね。普通にあるわ。よし。ただ落っこちるとまずい。よし。と、ドキュメント。日記を発見した。芸術家への手紙。ナディア、このバロンって野郎は私たちを馬鹿にしている。奴の手下が、家々の軒先に置いていったチラシを読んだか。諸君は自由のためを自称しているが、諸君の指導者、上司、そして主人たちは、諸君を洞窟に押し込み、頭上に石が落ちてこようとも、成果の祝福を諸君に分け与えることを拒否しているとあるが、なんだこれは。黙食の一節を書き換えただけじゃないか。私たちを馬鹿にしているのか。世界の破滅後に芸術家は何をするべきか。君は以前私に聞いたな。当時は何も答えられなかったが、今思いついたことがある。この犬野郎への返答として絵を描くんだ。過去と未来の情景を描いて、私たちは決して屈服しないと知らしめてやるんだ。魂が歌声を上げる絵を描こう。君ならきっとできる。君の生涯の友人、アルセン。絵を描く。さっきのバロもたくさん絵を持ってましたね。あれ、つながりあんのかな。さて。で、そっちなんだけど、ちょっと待ってね。そう、実はね、こういった人間の歴史の中で、一番長く絵として残ってるのは壁画っていうね、岩という記録媒体。紙じゃないんだよね。あと電子データ。岩というね。ね、そこは車か。下なんもないかな。あとこっちね。よし。まあ、なので皆さんもね、近くにこう洞窟とかあったら、なんか刻み込んどいてください。絵を描いといて。これ何？こっちか。他ないかな。この上かな。これやっぱ FOB もうちょっと欲しいですね。広さが。で、明かりをつけて、もういいかな。一旦セーブ。で、こっち。ダミル、行こう。こんなか。なんだ？すごい音だな。今のも何？ガスか？間欠泉か？で、パッと見敵いませんよ。あ、そっちなのかな。あれはなんだ。あった。コウモリか。コウモリめ。こっちから無理っしょ。どういく。ここはめちゃくちゃだな。出発した時には自分の親戚のものとは言わないまでも仲間のものを見つけることができると期待してたが、現実を知ると。よし。あと待ってね。この圧力バルブ。これなんか変わってんな。あ、自動にしたせいか。あのせいだわ。若干下がってってる。これは逆にめんどいぞ。よし。入り口に着いた。そっちらしい。作業台ないかな。この近辺に。ないか。準備しろ、アルトム。フラッシュライトを充電して。フィルターと装備を確認しろ。了解。フィルターもか。何か感じる。正体は分からん。あ、これこっち行ける。こっち何これ。ビビる必要なんてないんだ。あ、行けてしまう。あ、凍結か。こっちも。よしよし。さて、で、物資取って、作業台はないね。ここで死んだのか。よし。意を消していこうか。こんなか。夜中の洞穴探検。今若干クロちゃんに見えたな。ダミル。
よし。さて、で、ここですね。これは、フラッシュライトじゃないや。これなのか。待て待て、押すな。で、ライトを消して、待ってね。よし、そう。で、焼いていく。これ、ライト消した方が良くない？敵にバレないか？なんだ？了解。これ壁画か。多分奴隷の。よし、再び。これそうね、ナイトビジョン。こっち行くか。戦争のせいで人々の生活は石器時代に戻っちまったんだな。洞窟の壁画とか。なんだ、崩落してる。しばらくはここで耐え忍んでたんだ。もっと早くここへ来ていれば。奥行こう。フィルターがね、もったいねえ。結構持ってかないんだよね。ここもだいぶ薄暗い。で、ここに物資。よし、フィルターか。OK。ただ残り5分。先急そう。で、なんか動いてる。何かいんのか。なんだ？あ、こいつらか。待って、ここは、シャンカンかな。よし。そう、こっちはね、強いんだよね。二連の方が。はい。さあ、全員か。よし。電池のトラップか。早く。こっちだ。他ない？物資。ないかな？大丈夫ね。よし。ほら、パーッと行くぞ。こうだ。RTA。またなんかいる。どこだ？で、そろりとフィルター。これ変えて。残り7分。おい、待って、声すごいんですけど。大丈夫？なんだ？あの、ガスか。楽しくなってきやがった。よし。たったの2体か。来てる。来てます。大丈夫、援護する。こっちか。あとは？どっちだ？正面。すげえ来てんな。よし。さあ来るがいい。あとね、そこに一匹。あいつ何してんだあれ。え、これめっちゃ来るんですけど。こんなもんなの？さあやったかな？大丈夫か？弾結構減る。ショットシェル持ってないか。おじさん。持ってた。よし。4発。あとそっちね。頼む。OK かな。了解。で、その前に、ギコギコして。いや、まだっしょ。短すぎる。どうだ？あ、で、こっからか。水場。多分見張りもいるはず。貴重な物資だしね。どう？限界だ。大丈夫。まだある。あ、いますね、やっぱり。よし。さあ、セーブが入る。地元民は連中に完全に服従してるらしい。だから
なるべく穏便に行こう。不必要に血を流さずに。奴隷たちに罪はない。確かに奴隷は殺さない。水だ。あの車が見えるか。俺はあの後ろに隠れよう。これ多分奴隷かな。制御している。お前がゲートを開けたら俺は車を飛ばしてくぐり抜ける。そしたらタンクの上に飛び乗れ。幸運を祈る。それとくれぐれも奴隷たちは殺すなよ。いいな。了解。そうね、これカルマが下がるんだよな。ああやっていくのか。上に登っていく。待ってね、一旦セーブ。これ結構むずいんじゃない？よし。で、そうね、やっぱりティハール。敵これどこにいる？正面3人。そうだね、できればステルスで行きたい。あ、そこいるわ。そこに1人。待ってね。見つからないように殺していきたいんだけど、多分これ敵でしょう。OK。で、ギコギコして、次。もう2人ぐらい。こっちか。そこに1人。いただき。で、さらに、ギコギコして、残り、どこだ？あ、でもこれ結構いいな。多分上の階かな。そっち。そっちわからんな。逆光で見えない。となると、この上なのか。こっちがね。まあ、とりあえず行ってみっか。こっち。うん、そこにいた。よし。いや、あれ奴隷か。そう、奴隷殺してしまうとカルマが下がる。待ってね、声がする。どっちだ？どこにいる？で、奴隷は放置。待って、騒ぐな。大丈夫。敵ではない。よし。で、武器。これ分解して。で、上ですね。こっから、うん、どうしようかな。一応消しとこう。バレる可能性がある。こいつも。で、こっからっぽいな。これ一旦セーブしよう。よし。で、闇を作って、こういく。紛れていく。声がする。どっちだ？で、こっちも消して。どう？いなくね？後ろっていう風に出てる。いや、多分あれを感知してんのかな、あの人。他にこれいなくない？そこも違う。ですね。これいないよね。パッと見ね。どう？で、ここから上か。あ、で、これそこに行けるんだ。あれ乗って。ね。まずこっち。で、確かリフトか。あれ乗るとね、トロフィーアンロックされるんですよ。1個。できれば取っていきたい。あ、これそこにすごいいっぱいいるんだ。圧巻さんね。よし。これ結構いいな、多分。そこ2人。いや。こっちは、これ奴隷か。あ、いや、ぐるぐる系のやつね。北斗の拳とかで見たやつだ。よし。さあ、一旦セーブ。これどう攻めるかな。これは、あ、待って、そこに1匹いた。危ねえ。こいつね。
これ分からんかった。よし、まず一人で、そこの二人、いや一人になったな。降りてきたのか。じゃあこいつやっとくか。よし、大丈夫。ちょっと外したけどバレてない。よしよし。そう、これね、まっすぐ飛ばないんだよね。あとはそこにあかんか。こんなか。敵の配置がな、わからんもんな。ゆっくり行くしかない。あそこにいる。これやっちゃっていいのかな。ただ奥の構成がわからんな。あとね、ここにいる、アーカンさん。よし、オーケー。さて、で、分解して、あさって、ドキュメントなし。一旦セーブ。されてるわ。よし。で、次、こっちね。そこの敵、あれやっとくかな。そう、そこにいる。あれ、ぼっちかな。他の構成が全くわからん。そう、この方ね。よし。どう？バレてない。いいね。あとは？そう、交点が結構多い。ここ怖いな。お家の中。これ、あ、これワンちゃんだ。よし。やっとく。死んだっぽい。よしよし。で、空気入れて、他にこれワンちゃんっていんの？今たまたま気づけた。あとこっち。ここは？ここいません。こっちもか。よし。ただ、お家の中。ここすげえいそう。どう？これも意外といません。あ、そう。あ、待って。ワンって言った？おい。ワンちゃんいるのか？ん？違う？あ、多分奥かな。もうちょい奥にいんだ。さて、物資物資。物資がない。そっちの方ね。でね、このタイミングで一旦戻っていこう、下に。あ、チンチンいた。まずい。あのトラップか。これどっから来んの？何か見つかったか。ネズミ。あ、この上だわ。何もなくてむしろ良かったじゃないか。ここの真上にいる。あとそこに、あれ豚か。怖え。まずこっち。で、これ、これ、これ消せないの？よし、消して。そう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 。上にいんのか。あと地元民とワンちゃんね。これワンちゃん。オッケー。よし。助けに来た。どう？これ解放できるの？あ、できるね。よし。こうだ。さあ、これで解放する。よし。で、カルマップ。OK。どういたしまして。さて、で、ナイフ。そう、これ分解して、で、さらにセーブ。君らこれ帰れんの？大丈夫かな？よしよし。さあ、だいぶいい感じですね。あとね、そこにいるわ。ライトが見える。あれ、やっとくか。多分二人か。列車から来た新参者も姿を見せないぜ。います、ここに。奴らについて何か聞いてるか？いや、ソウルとブラシズは車に乗って奴らを追いかけたが戻ってこなかった。まあ、あの嵐もあったしな。
かもしれないのか。仲間はやられたかもしれないのか。これどうかな、これ2人結構きついか。ちょっと待ってね。よし、ナイフ。一旦ナイフにして、ここら辺かな。腰のあたり。よし、いた。で、次、こいつ。OK。多分人いたな。なんか騒いでる？大丈夫かな？あ、来ましたね。そっから来た。ただもうほとんどいないはず。大丈夫。一旦これ張っていこう。待っていく。そこか。そこにこもってんだな。まあこっちもこもってんだけど。よし、さあ行きましたね。 OK。 ほぼほぼこれ全部かな。もういないか。出てきませんね。よし。で、とりあえず、ライト消して、今若干声したかな？もしかして。ここから穏やかに行こう。あ、いますね。まだいんのか。よし、大丈夫。こっちはバレてない。さあ、物資。美味しい物資。で、再び、これ消して、銃分解し、で、そこですね。さっきのところ。あれを通過していきたい。あ、ここにいた。OK。もうこれだいぶ減ってんじゃない？結構いい感じですね。よし。ワンちゃんやったしね。2匹。それ、あれ壊せんの？うん、壊せるんだ。これもさすがですね。芸が細かい。で、これ、あ、これ止まっちゃったんだ、多分。あ、なるほどね。これ一回でも見つかると止まるんだ。あ、だからトロフィー結構難しいんだ。把握しました。なるほど。まあいいか。今途中で見つかってしまったんでね、上で。あの瞬間に止まったんだ。了解です。よし、さて、再びやってきて、とこ。まだいんのかな？一旦そうね、AR、こっち。殺させていただく。と、でっかいマガジン。よしよし。で、さらに武器を分解し、素材もらって、待って、分解。他は、これ、下か。下と繋がっている。まあ大丈夫かな。で、電気を消して、こっち。自分さっきのすごい話題になっていた、エイペックスレジェンズ。あれ、弟のラクダと一緒にやったんですよ。結構ね、面白かった。操作性とグラフィックの感じは、本当にもうピカイチですね。さすがという感じ。ただね、キャラがすごい硬いんだよね、あのゲーム。上行きなさいと。なんで、おそらく初心者の方は上級者に何やっても勝てないかな。後ろ取っても勝てないと思う。硬いんで。不意打ちが効かないっていうね。そこだけちょこっと気になる。あとね、強制的に3人チーム制なんですよ。なんでボイチャできてるとやっぱり強いね。意思の疎通ができてる。これなんなん、こっち、こっちって書いてあるんだよな。なんなん、ん、もう敵いないっぽい。よしだよね。あとね、そこに物資、こいつだ。はい。他はないかね。で、ここ来てこれどうすんの？多分なんかあるはず。この近辺に。どっちだ？どこに何がある？これは扉じゃないね。違いますね。アイアマイ、アイアマイ。奴隷なんか知らないかな？こっち。あ、で、こっちか。この通路。これ抜けて。うん。レバーですね。ひときわ重要そうな。こいつか。
どうだ、なんすかこの BGM は、イケイケな感じの。すげえな、ダミール。腕毛もすごい。よし。結局傷つけてしまった。ああ、奴隷を傷つけることはなかった。うん、奴隷はやってないよ。よし。どうした、何があった、敵の奇襲か。これどこにいる、あ、いたわ、そこにいた。待ってね、車が突破しようとしてる、グレネードを使い。これね、ただほぼほぼこれ見えんぞ、こっちか。よし、あとはあれ、重装兵からもしかして、いや、あっぽいな。いいね、こいつは回復、一発回復。重装が来てんのか、結構近いな。いや、まだ距離があった。おお、逃げていく。どうだ、よし、さらに回復。これきつい、こいつね。よし、あれだ、重装兵とか人間じゃないでしょあれ、ターミネーターかなんかしょあれ。どうなん、待って、ジャムった。よし、いった。次、他にはどっちだ、どこにいんの、あの何時方向とか言ってよ。そっちらしいな。あ、そこにいたわ。これじゃない、違うわ、なんでもねえ。どれだ、敵いるかこれ。あ、そこにいたな。これ当たってんのこれ、なんか血のようなものが見えなくもないような、違うのかな。これ、これ敵じゃない。よし、普通に行くか。あ、これ結構来てる、もしかして。そこにいた。よし、頼む。これ敵っしょ。おい、ジャムったボケ。よし、正義のシャンガン、こっちです。メンテがね、いや、これたまねえぞ、なくなるぞ。こっちだ、早く分解してる暇ないか。これ持ち替えはいいや、こっち。こいつ、これようショットガンできたの、お前。待ってね、分解ができねえ、この当たり判定がえぐいんだ。おい、この重要な時にクソ。よし、 OK。 あとはこれどこにいんの、この近く。よし、さあ、分解おじさん、じわじわと迫っております。何、終わったのか。分かった。サム、
さあ全員か。よしよし。なんとか撃退した。集合。やりました。ああ、奴らに見せつけてやったよな。全部時間。ああ、そうだな。まあ奴らの軍隊は今大規模な攻撃の最中で、これはバロンからの挨拶に過ぎない。一体何人いるの？700ぐらいだと思う。すげえいんな。冗談だろ。ああ、今回はついてたな。もう長居すべきじゃない。どうやって食わしてんだ、そんな数を。アルチョマ、大佐といい場所を見つけられた。犬でもまだ誰にも言えないよ。まず確認してから。線路上の担架、それから発表といこう。ゲートを静かに開ければ盗めるわ。今なら護衛もそんなにない。我々の部隊を先導できるか？できるさ。では取り掛かろう。イエルマーク、クレソ、お前たちはオーロラの準備だ。ボイラーに水を入れるのが終わったら車のタンクを空にしろ。アルジョム、ダミール、お前たちには最も重要な仕事を頼む。あのタンクを盗むんだ。了解。幸運を祈る。さあこれが新ミッション、タンクを盗んでこい。キャンプを撤収するぞ。で、場所もですね、こっちか。出発する前に一番こっち。準備を忘れるな。さて、これどうしようかな。あの作業台は私の。愛しの作業台はなくね。あ、汽車こっちか。よしよし。まず一旦そうね、メンテしよう。だいぶ消耗したわ。こっち。で、ショットガン。このパーツか。ショートパレルサプレッサー。サプレッサーね。いや、これはいいかな。サプレッサーは求めてない。で、マガジン。螺旋マガジン。これどうしようかな。カプセル12個装填可能。あと、高級36個。安定性が若干下がる。これもいいかな。水平マガジン。あと、治療キット。これかな。で、さらに弾薬。これ結構カツカツですね。弾薬。そんなに余裕がない。よし。スチールボール。これ安いんだよな。よいしょ。で、今日そうですね。サブクエ1個。これ潰して終わりにしようか。それがですね、ここにあるらしい。この部分。このハテナマークね。あとね、こっち。これね、探索してみたんですけど、特にわかりませんでした。表示がされなかった。こっちなんだろう。一旦こっち行こう。さて、これマイカーかな。車、こっちね。で、このバギーは乗っていきません。ちょっと待ってね。よし。さて、で、これでどう向かうかな。ここね、眩しいんだよな。明るすぎる。みんな来て。バロン様。あ、バロンさん。ゼロ、抜けね。よし。第二保留地に着くのはみんな施設に集まれ。これで終わり？多分総力戦かな。全面戦争。だと思う。で、こっちかな。マップ見よう。ですね。まっすぐ行って、ノサリス引いて、危ないよ、ほら。これ行けるかな？どう到達するんだろう。はい。あ、突っ込んじゃった。大丈夫。こっち。あ、でもこの通路、これ狭いんだよな。多分 U ターンができない。今ここですね。こっからそっち行けるかな？ちょっと待ってね。どう行くかな？左これ行けんの？ここら辺、これ無理かな？行ける？あ、行きますね。よし。で、あとね、ここもわからねえ。あ、これ崖っぽくなってんだ。これどう行くんだろう？一旦そうだな。車置いとくか。でも勝手に戻ってこないか、車って。ちょっと待ってね。とりあえず、セーブがしたい。多分なんだけど、
そこら辺かな。あ、ですね。この真正面だ。あの船か。あそこに行く必要がある。これは下っていけんだろ、さすがに。いける？ずりっといけるかな。ちょっと行ってみようか。意を決して。こうだ。あ、あ、だ、オッケー。走んだ。これ死ぬのか、この高さ。マジか。さて、ここはそうね。待て。バンディット。危ないよ、ほら。引いちゃうよ。もう急に来るから。あ、撃ってきてんな。まずい。大丈夫。回避する。落ち。一人やったもんね。よし。で、ずーっとこっち。その船か。そっちの方。待ってね。ゆっくり行きます。安全運転で。あ、で、そこに。これ何？ヒューマニマル。これがいる。そう、連中も一応腰巻き巻いてるんですよね。まあ多分表現上の問題だと思うけど。治療も大丈夫。よし。さて、で、そこの船ですね。ここ行って今回終わり。何がいるんだろう。あとアイテムか。よし。さあ、一旦停止。で、セーブをかけて、セーブ。保存中かな。これ一発回復かな。とりあえず。よいしょ。さあ、こんなか。船の廃墟か。どう？あ、多分雲いたな。あれ、暗いんだ。で、帰っていけない？あ、いけますね。よしよし。まず死体。あとこっちは。これ無理か。ひしゃげてる。となったらやっぱこっちをね、行くしかない。待て待て。そう、この雲がね、結構懐っこいんだ。そしてアルチョムはなぜか払わない。あ、そこにいたな、あいつ。これはそうね。待ってね。一旦、ギコロを。よし。ギコギコして、で、収めて、で、こっちにして、あとあの、雲、これか。焼夷弾。こっちね。これにしよう。よし。さて、これならばいけるはず。うん、来ましたね。避けたな。よし、一匹。さあ、二匹目。行ったはず。よしよし。待て、これな、これなに、これなに。なんかぶっかけられた。誰だ？どこにいる？もういなくない？いや、いるな。どこだ？おい。この周辺。待ってね、壁を背にしよう。そこにいたな。あ、あいつだ。これ当たってない。よし。OK です。多分全滅したと思う。どうかな？これ、ここに何あんだ？一旦リロード。で、早く遺品を。早く、そう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 。火を回収して、で、再び火をつけて、こっち。これも回収し、下の方、あれ、特にもしかしてでかかった？あ、っぽいな。そこの子。待ってね、なんかあったな。火炎瓶。よし。モロトフ。で、これ取って、セーブして上行こう。こちら。雲パラダイスか。あの雲ね、結構精神的に、きついというかね、嫌なんだよな。仕事多いしね。で、モーションセンサー反応している。待て。やっつける。駆除しよう。まずこの巣をね、焼き払って、どっちだ？そこら辺にいるんだろう？来るなら来い。いや、これが意外といない。おや？どうなってる？あと人の痕跡ね。
生活の痕跡。テープか。あまりにも一瞬の出来事で荷下ろしをやめるのすら間に合わなかった。嵐は最初はそれほど強くなかったが、次第に勢いを増した。すごい奇襲だった。砂を繰り出し始めたが煙が吹き込んだ。嵐は朝までには落ち着いたが、通信はダメになった。そして俺たちが損傷状況を確認している間に水がどんどんなくなっていって堆積した砂だらけになった。そしてあっという間に完全に座礁した。なんとか抜け出そうとしたら岩で大きな穴が開いてしまった。いいことと言ったら浸水するほどの水がなかったってことくらいか。通信はまだ繋がらなかった。まあ繋がっていたとしても役に立たなかっただろうな。あの状況じゃどうしようもない。ここには俺たちしかいないらしい。そして周りには今水よりも石油が溢れている。皮肉ですね。金にはなるけど飲めないという。まあでも石油欲しいって方もいないのか。マッドマックスの世界もね、意外とガソリンはすごいあるんだよな、あの世界で。こっち行けない、上か。待って、隠遁者。これ生活してんの？待って、あのね、野生爆弾のクッキーに似てる。あんた例の新顔の一人か。あの機関車で来た。こりゃたまげた。さあ入ってくつろいでくれ兄弟。味方か、隠遁者。この辺りはスパイダーだらけで客人はめったに来ない。砦はもうバロンの手下どもの骨でいっぱいになってるよ。ここまで無事に来られるなんてかなりついてるな、あんた。悪党どもから逃れてここに隠れてからというものをずっとあの忌々しい生き物を見張って過ごしてきた。もうダメかと思ったけど、奴らは光を恐れてると分かった。だからここに住み着くことにしたのさ。今やスパイダーに捕まったバカどもの銃や装備を集めて生計を立ててるってわけさ。構いをしないだろ。追い剥ぎか。そして暇な時にはラジオをチェックしてる。だからこの辺りで起きてることは大抵知ってるよ。悪党どもは無線で何もかもペラペラ喋るんだ。でもまあ盗み聞きするものなんていない。奴隷はラジオなんて持ってないからな。ああ、あんたらの機関車を見つけるなり、バロンは部下たちを走り回らせてる。奴はあんたらが自分を倒しにやってきたと思ってるんだ。あのバロンが上の階で無事でいるか教えてくれ。正気を失っているようにしか見えないがな。典型的な被害妄想、それから古代妄想ってやつだ。まあ実際に死角が差し向けられたこともあるけど、機関車を運転するなんて小粋なやつらだ。それはいいんだが、なんで旧駅舎で止まってるんだ。城門の真ん前で止まってやつに挑むことだってできるだろうに。だがバロンが論理的に考えるなんて無理な話だ。あまりにお偉くなりすぎたからな。しまいにはそのせいで奴は身を滅ぼすことになるさ。でもあんたがバロンの野郎を本当に倒してくれるなら、砂漠の住民全員がもう二度とあんたに足を向けて寝られなくなるだろうな。もちろん私個人からも感謝させてもらうぞ。もっと愚痴を垂れすぎてしまったな。まあ休んでくれ。よかったら作業台も使ってくれ。普通にくつろいでくれて構わない。さっき言っただろう。その間私はラジオに注意しておくとしよう。よしよし、拠点か。バロンを殺してほしいと。あとここにドキュメント、日記を発見した。日記の断片、これもちょっとかいつまんで読んでいきましょうか。間欠泉の音にはすぐに慣れる。そんなにでかい音でもないからな。耳栓を作ったら赤ん坊みたいにぐっすり眠れるようになったぞ。何よりも都合がいいのは、バロンの手下どももこんなところまでやってくることはまずないってことだ。それだけでどんな不都合があってもお釣りが来るってもんだ。まあ念のために朝方にジップラインを仕上げておいた。手早く脱出できるルートを作っておいて損はないからな。で、これが下半分。夜に小便に行くために起きたら、貨物室のどっからか金属を引っかく音が聞こえてきた。
銃を持って現場に行ってみたが、そいつはコンテナの裏側に逃げ隠れる姿が見えただけだった。いまいましい雲目。やっとここに落ち着いたところだったのに。害虫どものせいで安息の地は台無しになっちまう。今夜にでも燃やし尽くしてやる。増殖されちゃかなわんからな。銃弾で倒すのは大変だが、少なくとも光っていう弱点がある。炎の中に追い込んで逃げ道を封じてあれば、そこは奴らの墓場になるぜ。そう、連中火にも弱いんですね。よし。で、ベッド。これは使っちゃダメか。作業台は OK ね。よし。で、さらに物資。で、こっから何？これ植えけんの？ちょっと待ってね。あ、これ植えけるんだ。やっぱ上も見ておきたい。あとこのイケイケ系の BGM ね。これがずっと鳴っている。こっち。で、これで多分ジップラインか。どう？あ、ですね。こっからそこにピャーっといけるんだ。で、さらにそこから帰りなさいと。なるほどね。あとね、そこに雲がいる。雲じゃないや、蛇がいる。これやっとこう。よし。正気じゃないのか。いや、蛇がいたんですよ。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして。で、次回ですね、ここかな。残った最後のサブクエスト。で、これを攻略してからこっちですね。メインクエストに挑んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回メトロエクスプラスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。